でね、お母さん役になった人は、ああ、キリトさん、ですね、おままごとという遊びを教わってました。ええ、ゆいちゃんがおままごとを知らないっていうものですから。とっても面白いんですよ。みんなでパパ役とママ役と子供役をロールプレイするんです。パパはおままごとってやったことありますか？パパは経験者なんですね。私、おままごとやってみたいです。わーい、ありがとうございます。あ、私も付き合います。本当ですか？じゃあパパがパパ役で、私がママ役。それじゃあ、私が子供役？ダメですか？ううん、いいよ。でも、キリトさんと夫婦っていうのも味わってみたかったなーなんて。それなら、次はシリカさんがママ役をお願いします。ありがとう、ゆいちゃん。なんでもないです。私、立派にキリトさんの娘さんになりきってみせますから。それじゃあ始めましょう。パパ、ママ、その、おはようございます。朝ごはんを作りますから。目玉焼きとスクランブルエッグ、どっちがいいですか？パパと同じのがいいです。それじゃあ目玉焼きですね。はーい、ちょっと待ってくださいね。なるほど、キリトさんは目玉焼き派ですか。シリカちゃん、朝ごはんはパンにしますか？それともご飯ですか？パパと同じのがいいです。それじゃあパンにしますね。今日は黒パンですよ。キリトさんは朝はパン派。よし。シリカちゃん、どうしました？小声でブツブツと。いえ、なんでもないですよ、ママ。ただいま。あ、ママ。あれ、キリト君とシリカちゃんも一緒だったんだ。今、三人でおままごとをやっていたんです。私がママで、パパがパパで、私が子供役です。それじゃあ私はシリカちゃんのおばあちゃん。ママも子供役で一緒にどうですか？子供はたくさんいた方が楽しいです。おままごとか。
懐かしいな。それじゃあお言葉に甘えてお邪魔します。シリカお姉ちゃん、これからよろしくね。え、アズナさん妹なんですか？後から入ってきたからね。なるほど。それじゃあよろしくお願いします。お姉ちゃん、今日はいっぱい遊んだね。かくれんぼしたり、砂場でお城を作ったり、楽しかったね。でも日も暮れてきたし、そろそろお家に帰らなきゃ。ママ、ただいま。おかえりなさい、シリカちゃん、アスナちゃん。お外は楽しかった？うん。外から帰ってきたら、ちゃんと手を洗ってうがいをするんですよ。はい。何やってるの？あんたたち。決まっているわけね。はいはい、付き合いますよ。パパ、タッコ。ちょっとくっつきすぎよ。ノンノン、分かってないわね、アスナ。末っ子が甘えん坊なのは基本中の基本よ。のね、取引屋で取引されてる8万コルのレア鉱石が欲しいな。バレたか。リズちゃんは本当に甘えん坊さんですね。ほら、こっちに来なさい。ママが膝枕してあげますよ。よしよし。リズちゃんはいい子ですね。甘えたくなったらいつでもこうしてあげますからね。リズさん、みんな何してるの？おままごと？四女が来たわよ。さあさあ、こっちこっち。え、私もやるの？問答無用の強制参加よ。今ならキリトパパとユイママに甘えたい放題の特典付き。甘えたい放題。あら、リーファちゃん、そんなところにいないでママのところにいらっしゃい。うん、そういうことなら私も。みんな、晩ご飯ができましたよ。リーファちゃんの大好きなラグーラビットのシチューですよ。
ママの作るシチュー、私大好き。ママはこの料理でパパのハートを射止めたんですよ。え、キリト君？ゆいちゃんじゃなくてママ、その話はちょっと恥ずかしいというか。あ、それは本当のパパとママの話でした。あ、ママはパパとラブラブで羨ましいな。私、パパの隣の席がいいです。それなら、私は左隣もらうもん。もうみんな、真面目におままごとしてください。なるほどなるほど。それなら、私はパパの膝の上に。それはさすがに認められません。喧嘩しちゃダメですよ。パパとママの言うこと聞いて、いい子にしてくださいね。はい、それじゃあみんなでいただきますしましょう。せーの、いただきます。子だくさんでとっても幸せです。これは一体どういう状況？シノノも一緒にどう？シノンさん、楽しいですよ。それじゃあ入れてもらってもいいかしら？私たち何歳の設定よ？私7歳くらいのつもりでした。そうなると私は4歳とか？じゃあシノンさんは赤ちゃん役ですね。してあげまちゅね。それはさすがに。おお、よしよし、行こう行こう。シノノ、頑張って、赤ちゃんになりきるの。そんな。はい、シノンちゃんもそろそろご飯の時間でちゅよ。
杯欲しいでちゅか？バブよくやったわ、シノノ。すっごくかわいい赤ちゃんだったよ。ママ、次、私にシノちゃんを抱っこさせてください。死ぬほど恥ずかしいわ。はい、それじゃあそろそろお休みしましょう。最後にママから子供たちにお休みのチューですよ。いうのもいいかもね。ああ、キリトとアスナが羨ましくなっちゃった。もう茶化さないでよ。え？パパも子供たちにチューですよ。よ。ゆいちゃん、パパはチューしなくていいんだよ。あれ、そうなんですか。そうなんですか。私、知りませんでした。銃がなきゃ眠れないよ。リーズ、冗談だって。それじゃあここでおしまいですね。おままごとすごく楽しかったです。みなさん、まあこんなことでよければいつでも付き合うわよ。また遊ぼうね、ゆいちゃん。私も楽しかったよ。今度はもう少し普通の役をさせてよね。今度はシリカさんがママ役なのは決まっています。決まってる？はい、シリカさんがパパと夫婦をやりたいと。何でも何でもないような反応には見えないけどね。またみんなで遊ぼうね、ゆいちゃん。はい、ちょっといいか？ちょっといいかな。よし。よし。ちょっといいかな。どうしました？さあ、行きましょう。キリトさん、よろしくお願いします。
の、キリトさん、その、私、お話が。ここじゃ、その、私のファーストキスです。こんなんじゃお礼になんかならないかもしれませんけど、いいんです、私がそうしたかったんです。You guys, Clark, get the fuck off.